足元気つけろよ。そこで落としたら足元してください。おいおい、下手くそ、下手くそすぎやろお前。ちょっと待って、 YouTube は一回落ち着けよお前。落ち着け、落ち着け、やめろ、やめろ。変わるよ。ハローバディ、リョウです。リョウニゴです。アガレンジャイ。はい、というわけで今回はなんとね、1周年記念ということで、ちょっと変わったことをしてみようかなと思って、4人合わせてゴレンジャイ。1周年ですよ。動画は4倍面白くなるのか、ゴレンジャイ。ならない。はい、というわけで今回は、一回俺が撮って、でそれにアフレコするっていう工程を、まあ、俺が4人になるまで繰り返してやるっていう、めんどくせえ、めんどくせえ。俺がね、まあ、だいぶこと、まあ、クソめんどくさいんだけど、俺が4人いれば動画が4倍面白くなるのか検証していきたいなと思ってやっております。多分めっちゃカオスになると思います。はい、というわけで、まあね、すでにカオス中やな。まあ一番目の俺がね、まあなるほど、あとの3人の俺がどう喋るのかっていうのを考えながら喋らないといけないし、ちょっとお腹空いたから何か食べてるのか、3人考えしないといけないし、クソめんどくさいし、もうかつてない試みやと思うねんな。おにぎりとかもやったことある人はいてないと思う、これというわけで、まあ、やっていきましょう。で今回リトルナイトメアの DLC 追加されたんで、やってきたの。4月7日に追加されました。追加コンテンツにね、4月7日ね、シークレットオブモー、まあこのモーの船の秘密を解き明かしていく、いや迫っていく感じの DLC の第1弾が配信されましたね。さあ、それじゃあチャプター選択のとこから選べるらしいから、今食べんな、収録中やぞ。オッケー、はい、オッケー。うまじゃねえよ、うま、てか覚えてるお前ら、うまじゃねえよ、覚えてない。リトルナイトミア覚えてる。なんか最後あの子がダークサイド落ちたとこまでは覚えてるわ。ええってなんだよ。どんなストーリーやった、ストーリーっていうか、まあストーリー自体あったかどうかわからんねんけど、でここに主人公らしい、全くないもんな。で主人公がなんか変わるらしくて、主人公の名前ランナウェイキッドっつらしいな。めっちゃ足速そうじゃない、ランナウェイ、ウサインボルトか、絶対あれやんな、人類最速の男超えるかもしんな。というわけでやっていくか。いや、さすがそれ持ったな、持ったもん。はい、さあやっていきましょう。さあ始まりますよ、始まります。さあ皆さんもね、ぜひまあ俺と一緒に、まあなんていうコメントというか、まあ俺がまあこぼしてるところをお前らが拾ってくれたらいいと思ってるから、まあそこのところよろしくな。もうすでにだいぶこぼしてるとこよろしくなって。未来の俺と喋ってるからな、今。今俺は過去の俺。しかも今お前が喋ってるのは未来のお前自身なの。だいぶ難しいと思うな。正直お前らはまあ過去の俺と喋るわけやし。そう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 。まあお前らってもうこれもう何やってんだ俺って感じやけど。だいぶとおかしいの。変人。だいぶ頭おかしい。変人変人。変人どうだったの。変態、ド変態やん、急やな、急すぎこれほんまに。この水びっくりしたもん、深い。お前流行りのネタ乗っけてくんだ、ね、てくんだね、どうすんの、もう逃げなかんの。やばすぎじゃん、謎のところ。いきなりもな、出落ちやん、もう完全に。この水、深い水の中に何かお前、手で引いてるって何がいいんだよ、ね、夢落ちやん、ありがちやな。もうちょっと上手いことやるよ、そこ。もうちょっと本家に近づけてもよかった。ホラーではもうあるあるなやつ。てかこれ本編であったよ、あれ拾えへんの、あのベッドの上なんかあるで。完全にこれモーション使い回しやないかい。聞けって、ベッドの上なんかあるって。モーションはあの本編のあの子の使い回しやないか。人の話を聞かない男。ちょっと待って、そういうとこ突っ込んでいく。取れた、あれもしかして。ネタ的なところに突っ込んでいく。なんか早速なんか取り逃してくんな。取り逃してんだよ。はこれ、てかこの男の子あれやんな。本編で俺になんか物くれた、パンか、パンくれた人やんな。お前あれ言うとったやんな、お前も食ってやろうかって言った子やんな。懐かしいな、もう。上登れない、登られへん、登られへん、早先行こう。あ、もうそこで懸垂してる場合じゃないって。まだ急に筋トレしだすか。視聴者がイライラしてくれってもう。まだそこで線の煽りがすごい。まだ大丈夫、あっちなの。行きましょう、あっちです。合ってるのこれ。そうそうそう、合ってますね。合ってるよ、アロホモラー。さあ、これなんと、あ、おい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 、手長いの追跡中、パイキさん、これを逃げ切れば100万円。完全にあれになってる。なんか、誰か捕まった確保。多分あれ未来の俺じゃない。100万円獲得ならすのか。未来の俺言い過ぎやろ。未来の俺大学ならすのか。5人目が言うなって。お前ほんまなんかそこら辺ちょっと自重してほしい。すまねえ、さすがにもうマジでこれ結構怖いからな、このゲーム。怖いな。ダッシュとかどうやんねん。そこまで怖くない。ダッシュ、四角、四角ボタン、あんまりやろ。四角ボタン、四角ボタンって言ってるやん。2号が割には全然走る、四角で走れんだよ、気配がないけど。大丈夫、四角で走れって2号が言ってるよ。これ完全に本編で待った場所やんな。そやな、そこ飛び降りれんねん、その穴なんか。あれ降りれんの、降りれんのってあれやんな。飛び降りろ、自分を信じろ。行くで、お前信じるからな。おい、これは絶対骨の一本やねん。もう行くで、自分を疑い出したら終わり。自分を信じろ、まずそこは。自分を信じるべき。虫さん、おったな、名言言ってくる、語り神についてるやつ。
たたり神ついてるやつ、たたり神完全に絶対言うと思う。セコムしてますか、絶対言うと思う。いや絶対あるよ、セコムとか言ってるの。アルソックつながって吉田沙保里に任せた方がいいか、セコムなのか、すごい吉田沙保里さんに任せた方が本編のまんま大丈夫これ DLC わざわざ そういうこと言うなって。だけどさ、これ残酷な言ったらあかんってもやめてや。訴えられるぞ会社に。本編と同じルートやな。バンダムに訴えられる。ルートやないって何？ルートやんけ。あ、そういうツッコミはもう未来に俺に渡すわ。悪らしいけどな。本編にマノドアあったよな。なんか間なんか監視カメラみたいなのがあるらしい。降りていきましょう。あ、足元気つけろよ。気つけてくれ。そこで落としたらもう一回ください。おい、お前クソ、お前下手くそお前。ちょっと待って。もう YouTube やめろ。落ち着けじゃお前。喋ちまえ。落ち着け。やめろ。やめろ。落ち着け。黙れ。買ったのか、ほんまにもう買ったのか。2号に買う、実況者やめろとか言うのか。2号がいっちゃうまい。コントローラー未来に転送して、ほなあー夢や。すごいこと言い出した。これは夢、夢落ち、夢落ちにすんなって。夢でした、すべて夢にす。俺何も悪くない。そうやってお前自分を正当化するのよくない。イザナミ2号がすごいガンガン突っ込んでくる。いけるかそこ。よいしょっと。あ、腰、腕がいった。頭割れたんじゃん。足と腰両方体中バキバキやないか。走れたはずなんだろ。足腰腕全部いかれてんやん。頭もいかれてんの。そこ行ったらあかん、そこはあかん、はい、あの回っていくんやって後ろから回る。あかん、あかん、まずは絶対。ほらほら、おい、そうじゃねえんだ。そうじゃねえ、ちゃんと見ていかな。バズリスクなりますよ、石にも。メデューサの秘密の部屋、秘密の部屋、秘密の部屋。もうちょっとなんかおもろいことなるよ。クソとかもう言うなよお前ら。お前クソやんけ。だから買われって、お前そういうこと言うんだったら。クソ、何、1号がかわいそうになってくる。2号いつも言われてる。またこっからがいい。いじめ、いじめ。ちょっと戻されるのやだ。走るボタンマジで何のボタンやったっけ。四角です。でも走っていったところで四角です。おいお前、誰やってんだよ。今ださすがに、もう動画さすがに者としての意地はないんだお前。そこ恥や。足元注意が難しい、このゲーム。足元注意、人生の基本でしょ。マジで奥行きの概念が難しい。君の名はネタやめろ。奥行きの概念とかそういうレベルの話やった後やから、そういうこと言えんねんて。そうだよ、左にガンガン乗っけて。そうだよ、やってっか。またここで死んでたあかんで、正直。いやだよ、ここか。そうです、安全に安全に降りましょう。そうです、そうです。安全第一。安全の概念忘れたら終わり。言われてるか。奥か。2号がめっちゃ奥か。これ奥です。完全にお品まごになってるでしょう。あなた、もうちょっとちゃんと見てください。はいはいはい、誰かいてるよ。はいはいはい、じゃねえお前。ほら走ってた。帰ってねえと思ってなかった、あいつ。誰か走ってたよ。そこ気をつけて、気をつけろ。怖いな、これ怖えな。しかしこれはどういう感じだったの。今だ、今だ、押して行って。うぇー、そこ大丈夫じゃねえか。お前セコムに任せろ。そこはセコムしてますか。吉田沙保里に任した方がいい。セコムした方がいいんじゃないですか。これ危なかったな、今の。たらあんなにガチ危なかった。完全に危なかったわ。あれ多分闇のセコムが設置したの。そろそろ走った方がいい。走ってる。四角ボタン思い出ないです。お前ランナウェイキットって名前だけ。四角ボタンの概念押してください。ランナウェイ、未来の声を聞いて。四角ボタン押して。さあ未来の声その2が。ここも本編あったけど謎のまんまやんな。多分でっかい人が捕まってるの。巨人か。いや、この先追てる。これで大丈夫。追ってないんじゃないかな。大丈夫。いや、追てるって2号なんで。そこ行ってんじゃないかな。あ、ここ電気流れてたとこや。適当なとこ本編でばっかり言うから。完全にあれ荒らされた。中に家具があんの。荒らされて強盗。家具懐中電灯とかそういうのないの。ない。四角で出した。そうそう、やっと気づいたか。確かに四角ボタンの概念を思い出したかも。あっちより、あの本編のレインコートレインコートガールより。でもこれどんどんさ、スタート地点の方に戻っていってるよな。ですよね。始まりにあれがあんねん。あ、始まりにこそ答え。おいおいおい、それ下ろしてくれて。おいおい、女の子やん。完全にガン無視されてん。僕と付き合ってください。なんで嫌い。あの女と見れば、女と見れば口説いていく。チャラすげー。チャラすぎ。穴が、穴さえあればって感じだよ。そんなと見ればくどいでしょ。そんな軽い男じゃない。チャラすぎ。君の名はかよ。初対面でもそうだね、俺は。もう君の名はいいって、ほんまに。チャラくないの。純愛やろ、あれ。純愛ドラマ。はい、よそんなも引っ張るよな。そんな重たいやつ。はい。これ、重症、体重の何倍ぐらい。よいしょ。なんでみんな黙んの、ここで。さあ、いて大丈夫ですか。大丈夫に。いける。死ぬで、そこは死ぬ。いや、死にはせんよ。さっきの子が下ろしてくれてんのか。よう、こんだけ布あったよな。あの子パルクールに食いつくんか。パルクールしてんけ。なんで急にパルクールちょっと持ったの。よいしょ。パルクールはちょっといけるかどうか不安要素すごかったけど。多分また腰ゆうた。なんとかいけてよかったわ。腰ゆうたってめっちゃ被っていくやん。腰ゆうたって俺パルクール被んでもいいじゃねえよ。仲いいな。手越くん。新年かよ。お前ら新年しくんに行ってきれいなもんじゃねえよ。友達以上親友未満。ここ穴あるやん。ここしかないよな。穴入ろうぜ。ここ開くの。ここに開かない。開かないの。終着ません。これは正直。ここ開かない。2号なんじゃん、穴が。言い過ぎ、ネタバレ言い過ぎ、2号。そこ、穴。
穴うるさいわ、もう穴が僕行くしかないか。穴があったらぶち込みたい。穴があったらぶち込みたい。はい、楽しい。普通に死ぬ、死ぬレベル。頭ガンガンぶつけてるレベル。頭ガンガンぶつけて水でも正直あれきついと思う。全身あざだらどんだけ。あ、深くない。余裕で足ついたわ。この水っ思ったら深いとか言ったやつも、なんか意味深いとこういうのを嫌なんだよな。ゲームで掴んで分かけないのかな。そっちのやつもうちょっと軽そうなんだ。あれやつ、そうそう、それそれ掴め、そこじゃ掴め。少年、少年掴め。2号の言うことだろ。少年を対して無理にすんねん。なんか足がない歩き方やお前。なんだこれ、ペコンペコンってバチャン。ここ体力めっちゃ使いそう。いや、そんなわけねえな。もう普通に考えそこで登れそうな。もう笑ってまうわ、歩き方で。ほんま爆笑よ、爆笑。爆笑。そこじゃない、そこじゃない、絶対そこじゃないやん。どうすればいいんだこれか。明らかに1個色が違うのがあるでしょうが。それは押せるのかな。今なんで一瞬アラブル鷹のポーズやってん。あ、押してる押してる。片手で押してる。おい、両手使い、両手。そうやな、おい。微妙な感じになんねん。あ、押してたな。さあ、押せ押せ。押してるね。ちょっととりあえずこっち側から引っ張ってみろ。そうそうそう、そっち。ここと、ここのとこ引っ張れんねん。あ、いいですね。よし、いい感じ。いい感じ。上に。いい感じ、めっちゃ被るやん。わが物が。よいしょ、これどんだけでかい新スケース。黒しすぎ、お前。この世界のサイズ感なさすぎや。スーツじゃないものにスーツケースなのか。本当にこれはスーツケースなのか。そこでいけるか。2号が吹きつけるもんです。スーツケースなのかという。よいしょ。そこで筋トレの成果が出ていく。そんなことでもない。普通に登れたわ。筋トレは懐中電灯だ。めっちゃ細い。懐中電灯さっきの子を持ってボタンやられてるの。丸や。丸です。丸で点灯。そうそうそう。怖っ。そうでもないやろ、まだ。これさっきの子やられたんちゃうの。俺の嫁が。殺人事件。将来の嫁が。お前の嫁じゃないの。勝手に嫁にすんなよ。嫁嫁嫁嫁うるさい。あいつ。ニョロ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 やろ。ニョロニョロやろ。滑舌が悪いやろ。ちゃんと言えんわ。みんな言われへん。みんな言われへんよ。ニョロニョロやろ。正直な話。さあ、ここやばいですよ。やって、俺はまあ一発で決めていただく。ちょっと逃げろって、お前頑張れ。おい、早っ。ここで急に早いの出てくる。あいつは水は長いの早いんか。どうしたお前、さすがにせこい。やっぱ下手。知らんかったわ。水下手、やっぱ下手、お前。急に早いの、これもう初見殺しじゃないか。トランザム。初見殺しだろ。トランザム。今のは。トランザム。たたりが。一旦切りますか。俺がなんかすごいこと言い出す。切りましょう。さあ、やるか。はい、再開です。とりあえずダッシュでやつをかわしながら、はい、スライディング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 やってないねん。スライディング、お前なんでくぐろうとしていこうとするから。R2 です。操作を完全に忘れていた。すごい光暴れて、えげつないことされてるみたいになってる。お前らそういうんやってやってみろって、まあやったんか、お前らやったとかそういうの。ここ俺やったら楽勝やった。お前らもう嫌なもんやな。俺は別に俺何も言ってない。好きかって言うだけやもんな。俺一発でクリアしたからな、ここ。いや、割と2号よりは優しいと思う。ダッシュ、ダッシュ。さあ、スライディング。スライディングです。あ、スライディング。あ、いいね。そして、ジャンプ。いや、いいですね。どんどんクリアないか。めっちゃいいですよ、これ。どんどん。あ、いいですよ。ここも楽勝やった、正直。お前、それはあかん。ここ楽勝で言ってもらう。ああ、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 楽勝やろ、これ。懐中電灯現れすぎやろ、お前。懐中電灯だけ。懐中電灯だけ。懐中電灯だけ。震えてるぞ、お前。これぐらい楽勝やろ、懐中電灯さ、助けてくれよ。懐中電灯一人で逃げたな、あいつ。頑張れ。懐中電灯助けて。懐中電灯に、あれか、助けを求めていかないといけないのが。いや、そんなこともない。ここは楽勝。あそこ待つすぎじゃない。もう待ってるもんな、先で。スライディングです。あそこ俺はまあ一発でクリアしたけど。よし、やろう。一発で。絶対持ったよ。さあ、ここで。2号の俺様感やばいな。今までやってきた、アクションゲームで培ってきた感性が試されていく。お前無理これ。下手くそやろ。しかし、なんかしてんねん、お前。懐中電灯荒ぶるしな。そろそろ実況であるんだ、もう。懐中電灯でごまかそうとするな。荒ぶりすぎ。もう俺は、むずなかった、お前ら。正直な話。いけた。楽勝やったけど俺は一発でクリアした。 楽勝とか言い出すからな。楽勝やった、ほんまに。もうガチで分かんねえわ。いや、多分だいぶカオスになってんだこの動画。さあ、スライディング、いって、スライディング、スライディング、スライディングです。はい、ジャンプしてください。もうそろそろ誰で見てるこの視聴者も。これやばいな、これ。カオスすぎ。ガチで2号プレッシャーかけんな、そこ。もう俺も話入ってくれよ、正直な話。さあ、行ってくれよ、頼むぞ。行くしかねえ。そろそろ、よし、行け。よっしゃー。さすがにもう、ここで決めな、恥ずかしかったな。ガチむずかった。ただいま14分21秒、尺の話をしだすか。ちょっとここで押したら2号が尺の話をしだす。おいおい、なんか早く行かな。尺の獣の声がやばげ。ヤバゲって何だ。早いかな、ヤバゲ。そこはヤバスマキシマム。ヤバスマキシマムとか新しすぎる。とりあえず一見落着っぽいけど、いや、こっからですね。この水
深い汚い水だな。お前絶対なんか言ってるな。ガンガン被せてくるやん。何も言ってないなんてことがありえるのかっつう話。ありえないな。ありえないなんてことはありえない。絶対なんかいてんねんもん、こういうところには。サメもうなんかそういう以上の何かいてんねんもん。サメ以上がサメをしてもう言うまでもなくな。なんでこれサメをしてるの。いるよ、何かしらもやばいのがいてるよ。2号サメ大丈夫。急いで。いやここは大丈夫。急ぐに越したことないからな。ここは大丈夫と思う。これは眠たいじゃねえよ。いいよこれでいい。おい力持ち飛びすぎ。力持ち力持ち。俺自身が眠たくなってくるから。バケツに食いつくなよ。なんでそのバケツに執着押せるのか。いや押せません。押せません。2号の魚かの意味をちょっと分かる。バケツに食いつくって結構謎じゃない。うわここやばいぞ。なんでそれバケツ絶対来る。来るよ。水の中に水の中に何かいる。何かいる。あそこおったよな。いると思ったもん。3人で被って。おい俺も1人よ。4人で急げってお前。急げ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 。上がれ上がれ上がれ。危なかった。おいなんか見えたぞ今。手出てなかった。見えたよな。手あったよ。見えたよな。手見えた見えた。手とかあった。うわ怖えな。水の中からクルッパティンのやつやないかい。水の中から水って怖いな一番。うわ怖えわ。みんな意見一致したね。怖えわ。マジ怖いかな。怖いな怖いなって思ってこう水の中からここ。いやこっちじゃねえな。お前2号急に稲川淳二下だろ。これすんのやめ。降りて大丈夫か。稲川淳二使うそのやめ。その頭でよく分かったの。よし。いけた。めっちゃディスる。自分を自分でディスるってやっぱあれだな。へいへい。うわ。バイオ5になった急に。急にバイオ5。急にウロボロス。ウロボロス。急にウロボロス。これは？ウロボロス。こういうことか。さあ決めてください。スリーポイントシュート。スリーポイントシュート決めたってくれや。はい。スリーポイントシュート。なんだそれ。やる気あんのか。やる気なさすぎよ。ランウェイ。ランウェイクエッド。やる気あんのか。はい。こういうことだろ。来るぞ。ピッチャーと音が来るぞ。さ気持ち悪いな。しかしなんなんこいつらは。気持ち悪い。より早いな。外注的により早い。引きつけて引きつけて。言い方が面白い。はいはいはい。さっきより楽、さっきより楽、余裕で、今日がもうピークやったんじゃない。余裕のよっちゃいか、余裕のよっちゃいかが泣きながら土下座するレベル。余裕のよっちゃいかが泣きながら土下座するレベル。マジでそれ言われてるから。最近なんかこの何々が土下座するレベル。あんま長くしたらこれしんどいな。お前も喋るのしんどいやろ、正直な話。あと、いやだって俺あと3回やらなあかんつことやからな。3回やるつか、3回喋らせたら。おい、下見せてよかった。もう俺もガチ疲れたよ。ここは来ないだろ。多分来ない。これの勘がそう言うてる。お前の勘なんか当てになるかい。もう2号がほんまきつすぎるガチで。ケツが痛いわ。でっかい装置。なんで降りんだよ。あくびすんな2号。なんで降りんだよお前。何があったんだよ。急になんかはしご登らんくなったと思った。急になんか飛び降り出したぞ。手が疲れたんだろ。手が疲れた。手が疲れたんだろ。さあ上の装置を作動させることで。まあ何かしらがあるんでしょうな。何かしらがあるんでしょう。こんなところにトイレ置くなよ。仮設トイレにしても雑すぎる。いちいち変なとこ食いついていくよな。置きやからな。毎回この自分の動画見てて思うけど、変なとこ食いついていく癖があんのよ。この人は電力が通ってませんな。何の気概なマジで。変なところで頭が切れる。あんまサクサクすぎやろ。サクサクいかんでとこ絶対サクサク結論出さなくていいとこやね。サクサクで。はい、がちゃんとこれで来たな。電力が正解のところに来ましたな。ウルトラマン。ウルトラマンなんだけど、ここで滑んなよ2号。ウルトラマンで、これで水位が上がってくるな多分。はい、ここねちょっとあのグダグダしたんで、ちょっと3号である私が解説いたします。この水はなんかレバーを一番右までやってしまうと水が増えすぎて通路が隠れてしまうから、ちょうどあの通路に入れるちょうどいい頃合いの水位にとどめなあかんらしいねんな。だけどもうここもグダグダしすぎたんで、まあ、正直早送りで、まあ、俺が解説してるんで、もう4号解説してることが、ね、お前らのお前らがグダグダしたのもう3号が違うやろ。そこ違うやろ。もうちょい上、もうちょい上、もうちょい上頑張って。このなんか自由に調節難しかったな、ね、ここは。2号がよし、あーすごい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 、ジャスト、ジャスト、これでもないと思うけど、これちょうどやろ。まあいいんじゃないか。水入れすぎてて先進まれへんみたいなことないよな。いや、ありうるかもしれんね。あり得るかもしれんね。普通にさ、マックス入れてそれで下までやっていった方が良かったんじゃないの。水の中に何か
どうせここら辺で一回切ってもいいかな、みんな。ごめん、ゲップ出たわ。うん、というわけで、ゲップすんなよ。多分今結構いい時間いってると思うから、ここで一旦切ります。次回もこの4人撮りやるか分からんけど、もうやらないと。もうお前らこれ、あんまり評判悪かったらお前らクビやから。分かった。というわけで、もう来ねえ。今回も最後までくださった方、どうもありがとう。ありがとう。セックスタイム、バイバイ。次回も俺4人おるか分からんけど、まあというわけでね、まあお前らも挨拶しとけ。というわけで、セックスタイム。バイ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 、かぶってもうた。バイバイ。やあみんな、いつも俺の動画を見てくれてありがとう。もしよければチャンネル登録とグッドボタンの方を押していってくれ。まず画面の右下ら辺には俺のチャンネル登録アイコンが表示されているはずだ。次にその横側の左側ら辺にはなんかこういう感じのなんかおすすめ動画的なやつが表示されていると思う。そちらの方もぜひよろしくお願いします。というわけでバイバイ。